いいの、ピック作るよ。こちらはギターを演奏するときに使用するピックという道具です。演奏スタイルに合わせて様々な種類があります。今回はピンを使ってオリジナルのシルバーピックを制作したいと思います。それじゃ作るよ。材料の板材を作ります。925銀の端材を溶かして板材製作のためのインボットの地金拭きを行います。酸化物などの不純物除去のための溶剤ボイサを加えてガスバーナーで地金を溶かしていきます。板材のためのインボット完成。ここからはインボットを熱した状態で金槌で叩いて目標のサイズまで伸ばしていきます。いざ始めさ、作業の熱感加工スタート。今回の板材は厚さ 0.7 ミリを目標にしています。薄い板材の地金を作る場合は金槌での作業を細かく密に行っています。金槌作業は地金を伸ばすだけではなく、中の銀の結晶同士を均一につなげる役割もあります。表面積の広い地金の場合、全体を均一に金槌で叩かないと地金内の場所によって金属結晶のつながり具合にばらつきが出てしまいます。これは後の圧延時のひび割れの原因になるので、時間をかけて全体を均一に叩いていきます。ある程度伸びたところで金槌の打撃方向が交差するように作業します。マジックで描いた線のように金槌の当たる向きを交差させて作業を進めています。金槌は面の狭い空紙の部分を使って叩いています。上下2から3セットくらい繰り返しこの作業を行っています。あとは金槌の面の広い鏡側で全体を平らにしてローラーでの圧延作業の準備をします。板材の焼き流しは地金を数秒冷ましてから水で急冷しています。自分はこの方法が急冷時の地金の割れを避けられるかなと思っています。ローラーで目標の厚さまで伸ばしていきます。板材の場合、地金挿入の方向は歪み防止のために一定方向にしています。途中ローラーから落下させてしまい、進行方向を逆にして地金を歪ませてしまいました。このまま無理に進めると割れの原因になるので、一度焼き流しして木槌で叩いて修正します。成形したら再度焼き流しをしてローラー作業に戻ります。目標のサイズの板材ができました。板材にピックの寸法を書いたトレーシングペーパーを両面テープで貼り付けて切り出す準備をします。糸のこでピックの大きさを板材から切り出します。糸のこの作業が切る地金と刃が垂直になるように作業しています。また作業時は糸の子を持つ手は力を入れずに、親指と人差し指から手首が一つに固定しているイメージで作業しています。糸の子で切るときはただ真下に刃を落とす感じで、直線はのこば全体で切り、曲線はのこばの短い範囲を細かく動かして切るようにしています。切り出しできましたよ。時効硬化のための熱処理、ヤスリで角を成形して面取りしていきます。角がきついとギターの弦の反発が強くなって弾きにくいので、滑らかにしておきます。
紙ヤスリ600番をかけます。紙ヤスリは木材にマスキングテープを貼ったものに両面テープで貼って使っています。以前は木材に直張りしていて張り替え時に木材が剥げてデコボコになっていたのですが、このやり方ですと木材の傷みもなく張り替えもスムーズにできるようになるのでおすすめですよ。平面の紙ヤスリ作業は地金を木材などに固定して平らな場所に紙ヤスリを置いて作業したりもしています。フェルトバグに研磨剤1500番で泣かし上げ、正直作業中何回も飛ばしてしまいました。持ちにくい時は専用の固定器具を作って作業した方が良いです。角はセラミックホイール320番で泣かし上げ、今回のピックンは持ちやすいように突起をつけようと思いました。闇台にピックを固定して、毛彫りタガネを使って一部地金を起こします。タガネの刃先にミシンオイルをつけて、こちらの先端が半円状になっている7個タガネ、ミルタガネを使って丸く成形します。ブリック部分の突起ができましたよ。熱して闇台から外したら、エタノールに浸して松闇を除去。いぶし仕上げしてから研磨剤4000番で仕上げます。銀のピックの完成です。光っていますが平面としては誰が目立ってあまり良い仕上がりではないです。平面ものは手順と道具を工夫してまた再チャレンジしたいです。それでは銀のピックを使っていざ実装。
最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画をお楽しみに。